皆さんこんにちは、むちゃと申します。第90代日本ダービー馬は里のクラウンサンクのタスティエラということですね。いやー、これはいろんな意味で歴史に残る一勝なのかと思います。まあまずはですね、やっぱりついに69年ぶりの千乗りの日本ダービー馬が出たということでね、いやーもう正直私としてもですね、ちょっとこれはたまたまではない、やっぱりダービーという最高峰の舞台では一回騎乗してるかどうかの差っていうのはね、結果に関係してるのかなと思いましたけれども、まあ蓋を開けてみたら一番好騎乗したからこそのこの結果っていうところは明らかに言えると思いますからね。上位4着までジェルバオサだったわけですから、もう本当ね、騎乗乗り方次第で、まあ、大きく変わってきた中で1着を取ったっていうのは、やっぱりレーン騎の神騎乗としか言えないところかなと。まあ本当そういったジンクスをね、ものともせずに思い切ってレーン騎手に乗り換わりを決めてきた堀さんやドーザンファーブさんのさすがの選択といったことになりました。まああとは何より、里のクラウンサンクが日本ダービー馬を初年度3区から配置するっていうね、この展開は誰も予想できなかったでしょう。なかなか里のクラウンはこの世代まだ100万円でつけていた世代になりますからね、もうそこから3区の出来もあったのか、そこまでね評判がいいっていうわけではなくて、単付け頭数も落ちていって、去年は78頭まで落ちていたわけですけれども、まあ今回の勝利で、まあ、一気に価値を上げたことになったでしょう。日本ダービー馬がね100万円で排出する勝負馬なんていうのはちょっと最近だと絵を見ないですね。まあでもそれも本当しょうがないところはあって、やっぱもうそもそもに里のクラウンっていうのは結構ヨーロッパ色強めなところありましたからね。このノーザンダンサー系っていうだけでも日本で芝の G1 で走る取るっていう姿もなかなかね、まあ少ないところはあって、っていうかもうほぼねサンデー系とキングマンボ系しかもこの日本ダービーっていう意味でも勝ってなかったですからね。ほんと15年ぐらいはハーツ、ディープや金亀の3区たちっていうのが勝利していて、もうそもそもにねその血が入ってない勝馬っていうのはちょっと敬遠されがちっていうところはあったと思うんですけれども、まあ勝つにしてもね、ロベルト系のモーリスやエファニアなのかなって思ってた中での、いやまさかのノーザンダンサー系、しかもね結構古いこのマルジュという父からね、いや突然ダービー馬が日本で出ちゃうっていうのは、いや全くもって正直予想できなかったですね。まあでも本当逆に言えば、サンデーも金亀も入ってないこの地っていうのは本当に集めようと思えば日本の地めちゃめちゃ集めれますんでね、まあ里のクラウンは当然質は上がることでしょうし、あとはもちろんねタスティエラ自身もボケにサンデーが入ってるとはいえ、もう4代目まで行ってね、まあすごい勝ちになったことは間違いないでしょう。まあそして今後もですね、日本にとどまらず世界での活躍っていうのが間違いなく期待できるタイプだと思いますね。いやむしろやっぱ日本以上に香港やドバイやってるタイプだと思いますんでね、いや今からそういった舞台での走りも楽しみなダービー馬だと思います。そしてまあ北さん、ブラックサンクソウルオリエンスもね2着ということになりましたけれども、まあ正直ねやっぱりあそこで前塞がってなければワンチャンスね2冠あったかなっていうパラレバーあるんですけれども、まあでもね、またもやここでもね里のクラウンと北さんブラック同世代同士のワンツーですよ。いやこれは本当ね、今のクラシックでこの世代の勝馬たちが独占状態っていうのは、いやーほんと凄まじい出来事だと思いますね。ただある意味ドゥラメンテと北サンブラックに対して里のクラウンっていうのは若干ね負けていたところがありましたから、まあそういった意味ではね、サンクという形で初めてね逆転したっていう印象にはなりましたね。日本ダービーではドゥラメンテ1着、里のクラウン3着、北さんブラック14着。であとはコバになってからの天皇賞でもね、北さんブラックとあの不良馬場の中での首差がありましたからね、まあ本当ライバルにふさわしい関係性だったわけですけれども、まあ本当最高の舞台で一矢報いたなっていう感じがありますね。まあしかもやっぱこの馬たちって3歳だけにとどまらず4歳5歳になってからもこういう G1 とかの舞台でバチバチに戦ってましたからね。つまりはまだまだ早熟っていうわけではないわけで、いや本当ね、サンクたちも今後さらに成長してですね、今のクラシックだけに終わらずね、小判になってからも、いや日本そして世界を沸かしてくれるんじゃないかなと思いますね。ドーデュースやイクイノックス次第との戦いも楽しみでございます。まあただそれ以外の着順に関してもなかなか面白い結果になりましたよね。もうハーツくらいは分かりますけれども、ロードカノラー3区、そしてモーリス3区、マインデアビスケット3区がね上位まで来たっていうのは、
なかなか面白いことで、モーリスのノッキングポイントさんもね、ちょっと父の傾向としては晩成タイプでクラシック向きではないのかなっていう印象でしたけれども、しかも自身もずっとマイル使われていてね、ようやく前走で1008使って今回5着っていうのは、ちょっと印象以上にこの舞台の適性があったのかなっていうのは思いましたね。あとはこのお母さんチッキーナ、やっぱ相当優秀な繁殖になってくるでしょうね。このハッピーパスの品系にハーチ金カメで、やっぱりこういう3年で 4×3 を作ったり、あとは外国商馬と付けた時っていうのは間違いないと思いますね。本馬も新馬開幕週出走でしたけれども、同様に妹のチェルビニアもね、ハービンジャー3区でもう来週ですか出走予定ですのでね、まあかなり高い確率でね、いい結果をもたらしてくれるんではないでしょうか。いや、そしてマインドヤビスケッツもね、ダート短距離 G1 馬が本ダービーで6着っていうだけでも結構すごいと思いますね。本馬はそれこそ育成の早い車体系牧場ではなくて岡田スタッド生産馬ですからね、やっぱタイトルホルダーを見ても分かるように、相当ここから伸びる余地のある段階でもうすでにこれだけの結果を出してるっていうのは、いや本当先が楽しみだと思いますね。しかも6月生まれですからね、このハンデは正直それこそ車台系と比べたら相当大きいですけれども、そういった晩成傾向の掛け算の中でもうこれだけ走ってるっていうのはね、将来的にはやっぱ G1 級になってくる可能性もありそうです。まあダート適性がね、経済化してくる可能性はありますけれどもね、まああとはその青葉賞組っていう意味で言えばね、まあ、そちらもジンクスっていう意味では個人的にはやっぱタフすぎてね、あまり合ってないのかなっていう感触はあったんですけれども、ハーツコンチェルとかですね、0秒差の3着まで来ましたからね、この結果を見てるとスキルビングさんが本領発揮することができていたら、いやワンチャンス勝利もあった可能性っていうのも、まあ、ないとやっぱ言い切れないですよね。まあ本当レース後の様子を見ていると、とにかく無事であることを祈るしかないっていう感じではあるんですけれども、と思っておりましたが、今見た情報によりますと、まあ、残念ながら急性心不全で、まあ、亡くなってしまったということのようですね。まあやっぱりこういうことになってしまうと、仮にその青葉賞組が決して悪いとは言えない結果にはなったものの、まあ今後なかなかノーザンファームさんやね、関係者の方が今後このローテを選ぶ機会っていうのはちょっと少なくなってくるでしょうね。まあもちろんね、何が原因でああいう状況になったのかっていうのは分からないんでね、難しいんですけれども。で、まあ最後にですね、いや私がちょっと驚きなのは、少なくともこのタスティエラとかハーツコンチェルトっていうのはもう、まさにこう、日本ダービー向きだみたいなことをデビュー前からかなり言われてた馬ではあったんですよね。で、実際にこの馬たちが1着3着になるっていうのは、やっぱデビュー前から本当分かる人にはそういうところに行く馬っていうのは感じ取れるんだなって思いましたね。タスティエラは某POG 本で完全に1番手として毛の馬に出されてましたからね。正直デビュー前のタイムズケル100万円のね、サトノクラウン、初年度3区で、募集価格的に言っても2800万円でね、まあお母さんもそんなに重賞とかでやっていた馬ではない中で、本馬を選ぶっていうのは、もう相当それ以外のやっぱ動きとか馬体とかの要素で光るものを見つけられないと、まあ、難しい選択だったかなって思うんですよね。まあでもそういうのを見つけ出したからこそ、もうそもそもに堀厩舎に予託されてたっていうところもあるのかもしれないですし、やっぱちょっとね、牧場関係者さんや、それに近い POG の取材陣の方っていうのは、やっぱ見る目っていう意味では、やっぱ自分のような一般競馬ファンよりは凄まじく高いものがあるんだなっていうのは思いましたね。決闘だけではなかなか私はちょっと無理だったと思いますね。で、ハーツコンチェルトの場合も、この管理する武井さんが、これこそ生まれた時からね、見に行って、もう一番いい出来だった。この馬でダービー狙いたいですね、ということを、確か解放誌に書いてたと思うんですよね。私がグリーンの横を取り寄せた時に、かなり印象に残りましたので。で、まあそこからね、新馬戦解消した時は、いや本当さすがだなと思いましたけども、そこからちょっとね、着順落として、やっぱそう簡単にね、目標の舞台にたどり着くのは、行くものではないんだなって思いましたけれども、まあ蓋を開けてみたら結局しっかりとね、注文通り、ダービーという舞台に立って3着まで来たわけですから、まあもちろんね、100発100中ってわけではないんでしょうけれども、やっぱりわかる人もね、そういう手応え抜群のコメントっていうのは、まあ一理ですね。やっぱり参考にするべきなのかなと思いましたね。ということでね、いろんな意味で話題性たっぷりの日本ダービーで
ございました。まあ、あえて気になるところを言うならば、やっぱタイム的に言うとね、まあ、スローペースだったっていうところもありますけど、その前の1000万クラスのアウアルシチョーと 0.4 秒差しか変わんなかったっていうことでね、結構その比較でレベルを測れるって毎年言われたりするんですけど、去年なんかもう4秒差とかついてたんですけど、今年はそんだけしかないっていうのはちょっと気になるところではありましたかね。まあ、とりあえずはね、そういう世代のレベル的な意味では秋以降に分かるとして、まあ、あとはまだ一貫のね、菊花賞が残ってますから、そちらも楽しみにしたいですね。まあ、一応今のところはソウルオリエンスとカステイラのワンツー連続にはなりましたけれども、ちょっと適正的に言って菊花賞どちらもねバリバリ向いてるかなって言われると、個人的にはそうとも思えないところもあるんで、それこそディープサンクのねオープンファイヤーなんかもまた姿が見えるかもしれませんし、まあ、またね違う展開が見られそうな気がいたします。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。